ロートレック作のポスターは、屋外、屋内を問わず、壁面や柱などに掲示するために制作された、視覚的な広告、宣伝媒体。通常は、大判の紙、またはそれに類するものへ印刷され、同一のものが大量に制作される。背景には、絵画、イラストレーション、写真が主として用いられ、タイトルやメッセージが記載されることがある。近年では、デジタルサイネージと呼ばれる大型モニターに画像や動画を映す電子的なポスターが見られる。掲示ではなく配布のために制作されるチラシ、紙や印刷によらない看板、各々の製品そのもののパッケージラベルなどの媒体とは異なる。なお、鉄道車両内に掲示される吊り広告や学校、職場の壁新聞は通常ポスターとは呼ばない。赤玉スイートワイン太い枠入りポスターセッション学会における研究発表において、ポスター発表、ポスターセッションという形式が取られる場合がある。大判の紙に研究内容をまとめたものを掲示し、これを使って研究の説明が行われる。一つの会場に多数のポスターが掲示されており、参加者は興味を引く研究を自由に見て回ったり、発表者と個別に討議したりすることができる。単に装飾品として、掲出、販売されることもあるが、風景なら旅の思い出や、芸能人やアニメゲームなら自分がその人のファンであることをアピールする要素となる。雑誌や DVD などの購入特典として添付されることもある。主に、イカ太字表記のサイズが一般的にポスターと呼ばれて制作されている傾向がある。美術的、歴史的価値が評価され、評価の高いものは高値で取引される。発行時から高い人気のあったアルフォンス・ミューシャの例は、言うまでもなく、日本においても過去のポスターが評価、収集の対象になることがある。1970年の朝日新聞の新聞広告では、明治41年の東亜円光紙、明治44年の日本郵船、大正3年の白木や、昭和10年の東亜映画のポスターを出品するオークションの開催が告知されている。叙情のように伝統的なポスターの定義には紙や印刷によらないものは含まれないが、新たな広告媒体としてデジタルポスターが一部の鉄道事業者によって運用されている。これはコンコースその他の駅構内の支柱に設置された液晶ディスプレイに無線通信網で配信される静止画データが映し出されるもので、紙媒体によるポスターと比較して時間帯や曜日別のコンテンツ表示が可能であり、設置や撤去が迅速で、優先設備を設置せずに効率よく、適時に広告スペースを広告主に提供することができるという。ありがとうございます。